清水義則は京都府亀岡市出身のバスケットボール選手、指導者である。大型。元バスケットボール男子日本代表監督。日本体育大学でインカレ優勝を果たし、卒業後に松下電器入社。松下電器ではリーグ優勝2度、オールジャパン優勝1度に貢献。引退後の1978年、コーチに転じる。 1980年には監督に就任して16シーズンでリーグ戦5連覇を含む優勝を9度、オールジャパン優勝6度を誇る強豪チームに育て上げた。1990年に全日本のアシスタントコーチに就任。後にヘッドコーチを歴任して1994年まで務めた。1996年に WJBL 日立と疲れパードのヘッドコーチに就任。キュー部後は松下電機に復帰して2003年には技術顧問に就任した。2005年に前任である天日検索の退社に伴いヘッドコーチに就任。2006から07シーズンは3年ぶりのプレイオフ進出に導いた。2012から13シーズンは16年ぶりのオールジャパン優勝。 しかし、同シーズン限りでキューブされるため、パナソニック最後のヘッドコーチとなった。2013から14シーズンは三菱電機、ダイヤモンドドルフィンズ、名古屋コーチに就任。新たに立ち上げられた全国リーグ NBL のウェスタンカンファレンスにて3位となった。2014から15シーズンにより、熊本ボルターズのヘッドコーチに就任。 2016年退任。2016年6月、大阪エベッサゼネラルマネージャーに就任。2019年4月退任。ありがとうございます。